さも多分相当な強さもある。その痛めつけるとかじゃなくて、ね、あの、それもある、うん。そうするとそういう気持ちでやってる人は僕も分かるから、あ、これは逆らえない。そういう雰囲気で やっとけば、絶対その関係はいいし、むしろそういう方がまあ安心するんですよ。あ、ボスいるなみたいな。そうじゃない曖昧な関係になると、例えば怖いことあったら本当に馬は自分の身を守ろうと思ったら逃げるっていうのがもう大前提。そこにいることが怖い。で、逃げるっていうのが草食動物の。そうさせないためにはそういう、なんだろう、居心地のいいっていうかね、ちゃんと上下関係しっかりした中で物事を進める。技術論っていうのはね、ハウトゥーなんで。あとね、僕ね、もう一個聞きたいと思う。僕、あの、観察マニアなんですけど、岩間さんのことを観察すると、観察に一番印象的だったのは、馬とコミュニケーションするときに、一瞬最初グッてやって、その後抜くんですよ。それで、言うことを聞いてる状態になって、言うことで、こっちの意図が伝わってるときっていうのは、馬にある意味任せるっていうか、お、それで OK、OK っていうか、そういう状態にしてるっていうか。で、馬にが、ポイってやって、何ってなったら、動き始めたら、そこまでがなんかすごく、なんか重要な気がした。パッとやって、パッと言って入れる。だから強制と解放なんです。そうそうそう、それをしっかりやらないと馬も理解できないし、曖昧な指示っていうのは馬も何言っていいかわからないっていうことは、それがつながるとこの人信用ならんっていうか、頼りにならんイコールじゃあ俺の方が有利に働くと、もう馬が勝手にパッパッとね、そうさっきあそこで言ったけど、草食べてるとこから出すの結構あれじゃない、意識をこっちに向けないといかない、うん、いかない、その時にグッと、その時にグッてやって、で、さらに、まだ嫌がってるっていう感じだった時に、もっとこっちにこう集中させるために、ムチをツンツンってこうやってやって、お、そっかっていう風にこうやって思い出させるみたいな。あ、俺言うこと聞かなきゃいけないんだみたいな。なんかそれが俺すごいなんか、あ、やっぱそうなんだなって。馬なりではな、やっぱ意識ちゃんとこっちに向けて。良ければ、その中で許して解放して、その中での解放をしてあげる。これがいいんだ。それはメリハリ。どんどんそれがやっていくと、それが分からなくなってくる。よしよし、ほらほらっていうのは、馬にとったらそれは効かない。それでも効く馬いるかもしれないけど、そういうのではない。あの、やっぱりその、なんだろう、その、ちゃんと指示、確かに声とかでもね、ほらとかね、それを怒ってるわけじゃなくて、ちゃんとこっちに集中させるっていう。でも道具で、どのぐらいキュッとこう使うとか。これを曖昧にゆっくりこうグー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 やると、コントロールもできなくて、指示も全然伝わらないし、鈍感になってくる。瞬間的に食ってる。ずっと強制ばっかやってたら、ストレス溜めちゃって、暴走した時になって、やりすぎちゃった。緩めるっていうのは。